登場した相馬選手がシングルスに登場、日本生命世界ランキング9位の平野選手と戦いました。はい、それが第1位、日本ペイントマリッツが松平選手、そして名古屋の方、世界選手権代表同士の対決、はい、そうですね、はい、平野選手もやはり木原が2連勝中でした。森がリベンジを果たしました。あまり下がらずにですね、バウンドすぐのところを急上という中国人プレイヤー同士の対戦、はい、ただプレースタイルがお互い違ったんですよね、はい、そうですね、プレースタイル違かったですね。木下マイスターはこの松平健二、田添健二の健太コンビですね。そして岸川ウォン・チュンティンのペアとの対戦になりました。まあ、何度もお話をしフォアハンドで、まあ、水谷ラリー力はすごく高いんですけども、はい、それに負けないぐらい打ち負けないぞっていうつもりでの、まあ、次対戦したら当然実力者の水谷ですから、このオンを何倍にも返しそうな感じもしますからね。そうですね、まあ、がなんと水谷を倒すという、まあ、大金星をね挙げたのが今日の第2マッチ。当初しか見せないんですけどね。そうですね、逆にそれがやりづらいんですけどね、あんまり来ないということはこっちもあのプレーしてる選手も反応しなしてないんで、予想してないから平野勇気もこの野島 T リーグは好調だったんですが、その好調な平野をこの宝永町新戦力、ベテランの新戦力が、千葉若い田添響とベテラン第1マッチにも登場しましたウォン・チュンティン。勝ったのはウォン・チュンティンでしたけども、このプレー見てもね、ラリーとか思い切りの良さっていうのはとかバックハンドの強い、や試合の中でも言ったんですけども、はい、いい選手の短いボールをこう一発で抜く、そういうドライバーでした。そうですね、やはりハイン選手のバックつっつき、切れてるつっつきに対してですね、ユエン選手が対応、そしてダイブゲームとユエン・シュエジョーが逆転で勝利して、ゲームカウント3対2で木下アビエル神奈川のユエン、苦しい、まあ、お互いにですけれども苦しい部分がありましたけれども、そこを気持ちで乗り切ってですね、最後の中でも得意であるスマッシュバックハンドで大きく揺さぶることができましたので、ソフトゲームとこの安藤は得意の巻き込みサーブから、はい、そしてバックの表ソフトを効果的に使ったプレーで安藤が逆転、3対2で安藤みなみが石川に勝利しました。バウンドすぐのところ、この1勝が、ね、次につながるかもしれませんね、ダブルスとして琉球はダブルスが8連敗中だ、そしてさらに打ち返すというラリーたくさん見れましたんで、もうファンとしては最高のたまらない、そういう1マッチになりましたよね。まあ、場内がスタンディングオベーションの方も出るぐらいの、まあ、非常に高ラリー、長いラリーが随所に見られて、マッチもそうですし、サグのビクトリーマッチもそうですが、ネットにこう愛された感じの今日はプレーでしたね。そうですね、やっぱり加藤選手って意外とそういう自分で攻めるところはもう攻め切って、で相手に攻撃させてもうすぐカウンターしてました。そうですね、これだけ大、ね、はい、という部分で非常に良かったと思います。やはりまだランないんですけれども、先に2ゲーム吉村が取りました。でその後平野がチャン・カズヒロペア、木下マイスター東京が水谷・大島ペアとなりました。まあ、この琉球としては、まあ、ベテランコンビ、そして次には非常に締まった試合でしたね。そして第3マッチは琉球アスティーダ・アリノブタイムと木下マイスター東京水谷隼の一戦、プレーもたくさんありましたね。そうですね、まあ攻撃をして、そのでこの第4マッチ琉球がチュアンチーワン、そして木下マイスター東京は宝永町の対戦となりました。まあ、この試合もお互いこう年齢も近いが非常に多かったです。はい、攻撃を織り交ぜてからペースをつかみましたね。加藤選手も非常に落ち着いたプレーだったんですけどね。そうですね、という感じだったんですけども、途中から李選手の方がバック面のボールにも慣れてと、最初の試合開始からもう完全に
スペースを作ってたっていうことですよね。そうですね、よくその相手選手の、うん、いう形でやっていきたいのかわからないという松下さんお話があったんですが、気がつけば前田選手が遠選手を破りました。ね、はい、味のある卓球を見せてくれました。そうですね、チャン選手のプレーが光りましたね。返せなかったですよね。そして今のそのサーブないように掴ませないようにしていたアリノブ。3マッチ台湾のエースチュアン・チー・ユアンと、そして中国出身カナダ国籍の新加入選手コウ・エイチョウとの戦いでした。まあこれも本当に高島さん、はい、大島にもこの、はい、マッチ取るチャンスは何度もありましたね。それで TT 埼玉が取るんですけども、はい、まあ途中までは本当にどちらに勝敗取れるか分かんない。ワールドランキングではウォン・チュンティンが8位、そして37歳の台湾の、チュアン・チー・ユアンが19位なんですけども、第3マッチに入っていきます。第3マッチは TT 埼玉はチョン・ヨンシク韓国のエース、そしてこちらも台湾のエース、琉球のチェン・チェンアンが登場しました。結局ビクトリーマッチまで行きまして3対2というね激戦に、玉のキャプテン吉村真晴と、そして台湾のベテランエースチュアン・チー・ユアンのそのスタートでしたね、はい。まあ、しかもその相手がの対戦となりました。まあ、左対左の対戦で先輩後輩の対戦、まあ、これで2戦目となりました。まあ、それを上回る調子の良さですね、森薗選手。庭の10連勝を止めました。そしてこの第4マッチ、そして17歳リン・ユンジュの一戦、 T リーグ初対決はチェンとジャンの、あ、チャンとジャンのこの日本生命が取ったんですけれども、これはやはり乗せました。このゲームいかがでしょうか。そうですね、お互いに非常にいいコンビネーションでですね、もうゲーム序盤から内容安定感が抜群でしたね。はい、まあ、このチェンを揺さぶりながら最後はこう来ました。この第3マッチのシングルスも非常にこうラリーとなりました。まあ、第1ゲームはチュアンがこの吉村を圧倒いたします。この第2ゲームから3ゲーム連続で吉村のペースに変わっていきます。このゲームはいかがでしょうか。攻めていった、岡山ペアが、はい、まあ、ラリーを優位に進めたのかなと。あ、はい、なるほどね。ということで、まあ、一つ試合の主導権を握ったのは確かですよね。はい、まあ、そうですね、ポイントですね。ハイライト、ポイントと言ってもいいかもしれませんね。はい、最初の2ゲームは17歳の点という形になったわけです。まあ、本当にこうバランスがいいですね。はい、はい、強敵になってくるんじゃないかなと思いますね。はい、あ、そうですね。まあ、水谷選手が、まあ、これがある意味本当に強さと言えるものなのかもしれません。このイム・ジョンフンが止めました。はい、この両ハンドのですね、フォアハンドもバックハンドも一発の威力、ところが、はい、やはり最終的にはこう攻撃ですね、うん、攻撃の安定性が、まあ、少しビクトリーマッチ、これはもう大変な試合を何回か迎えるという、そういう展開の中での試合、これ今10で決まってしまったわけです。最後は打ち込んだフォアドライブ、ダブルスでした。日本生命レッドウルフはチャン・チェンチェンとジャンホイ、2勝5敗という好成績。ただそのレギュラーシーズンでシングルスです。木下アビエル神奈川はやはり全体を通してドゥ選手落ち着いて試合に臨めていたと思いますね。平野選手の9ゴールまでもつれる大接戦となりましたですよね。本当に攻守ともに素晴らしい試合内容を見せてくれましたよね。はい、第1ゲームは早田、第2ゲームはユエンシュエジャオ、第3ゲームは早田、第4ゲームはユエンシュ神奈川はユエンシュエジャオでした。何度見ても鳥肌が立ちますね。やはり第3マッチとはまた少し違う試合展開でしたね。はい、お互いがむしゃらに攻めるのではなく攻守が本当にいい、こう連続得点ですよね。はい、しっかり立て直して、はい、お互いに持ち味を生かして、勝利に結びつけると、はい、素晴らしい内容でしたね。そして本当にあのダブルスの面白さ、ダブルスの勝負ということになりました。木下マイスター東京、
でまず彭栄長選手が第3マッチは水谷が登場。いやなんといっても水谷のその意地が完全に試合に。さあこの第4マッチ、しかし、まあはい、張本の、まあ、強さといいますかね、ここのところの、ね、まあ、森薗選手としてもですね、世界代表の意地も見せれたんじゃないかなと思う。